落ちもう悪くないね、これ正面ね、はい、収まってはいるよね、うん、確かにね、そっちでもあの悪くはないと思います、うん、はい、はい、じゃあ続いて、ハッスンですね。ハッスンいろいろと盛り込んでますけども、手前からですね、今日の吹き、今日も白あえにしてます。でその横が薄い豆の旨煮ですね、お出汁で炊いてます。で、その横が、からすみ、これあのからすみ卵黄ってうちでよくやってるんですけど、醤油漬けの卵黄とからすみを合わせてます。でその横がですね、よもぎ麩をちょっと揚げてから甘辛く炊いてます。でその奥が、もずく、それに、白エビ合わせてます。で最後揚げ物が、マスの、フライですね。でそれにちょっとこう和風のタルタルのようなものを合わせて、はい、召し上がっていただく仕立てにしています。はい、子供でも大好きですそうですね。結構酸味は効いてるんですけど、多分フライと一緒に食べてもらったら、うん、個人的には僕は吹きはそのままの方がいいかなって気がします。白あえしですね、うん、個人的には、うん、そのまま含めにしたんをそのまま、うん、わざわざ白あえにせんでもいいだろう、うん、なんかもったいない気がします、吹きの香りとかが。なるほど、うん、これお出汁っていただいていいですよね。大丈夫です、あの飲んでいただけるぐらいはしています。なんか今日食べて思ったんですけど、逆にうちの出汁の香りがなさすぎて全体の料理なんか白あえにしちゃうと、その出汁の風味とかが白あえで全部こう、まあそうですよね、うん、になっちゃうなとか。薄い豆も多分薄い豆それでいいと思うんですよね。うん、そうですね、薄い豆あのもうちょっと少なくていいかもしれない。ああ、量ですね、わ、うん、かりました。7粒ぐらいにするとちょうどなんかこの中で綺麗に、あ、はい、収まりがいいので、6の真ん中いくんですよ、はい、かけると可愛いな、はい、そうですね、白あえか、まあ、ちょっとそれまた相談しましょう。はい、わかりました、じゃあ次いきます。お疲れ様です、はい、じゃあ続いてご飯前のあったかいお料理ですね、蒸し物でございます今回は。はい、はい、今日はですね、長芋を使って醤油蒸しにしてます。で上にタケノコ、下に湯葉で、あんが桜エビのあんになってます。あ、美味しいですね。おい、もうちょっとこうでもあのいろんなバランスを整えるためにそうですね、はい、バランス、これは初めて作ったお料理なんで、はい、あの大体わかります、うん、一飛さんの言いたいこと、そうですね、じゃああの画面以外のところで話でも狙いはすごいいいなと思います、やっぱりね、うん、そうですね、うん、多分そうですね、多分そんだけあんいくんだったらもうちょっと味を抑えなあかんかなって。そうしないとやっぱりなんかね、全体的に多いんですよ。そうですね、湯葉の量を、あ、長芋の量も、いや長芋の量はいいんですけど、湯葉の量を、桜エビの量が多いんです、多すぎるんです。というか、そう、湯葉はこれぐらいでもいいんですけど、多分湯葉もうちょっと少し気持ちもうちょっと切った方がいい、切った方がいいかなって、はい、レンゲと一緒に食べるのって醤蒸しと一緒に乗ってこのレンゲの上に入る量を考えて切らないといけないのかなと思うんですよ、はい、そう、なるほど、すくった時の量で、さっきこう湯葉が結構デロンナがすごい食べづらかったのでっていう、あ、じゃああれですね、って考えると多分これの3分の2ぐらいの量でもいいんですよ、湯葉って。あ、気持ちいいと、あんもあのここまで桜えびを煮出さなくてよくて、あ、なるほど、あの粗めにつで作っていくイメージで、だし温めてるじゃないですか、温めて炊いてるところにもうこの桜えびの多分3分の1の量でいいと思うんですけど、をさっと揚げたやつをそこまでドンと落としても閉じて終わりです。なるほど、
うん、味はペッコでいいですよね。でいいと思います。はい、ですよね。だからこれだとただあれですよね、桜エビの味が強いです。そう、エビ味になっちゃってるので、やっぱりあの出汁の味に少しエビの風味がついてるぐらいなので、はい、抑えないと今の甘みとか、はい、そういう常用蒸しの甘みの方と、はい、完全にエビ味になってるので、はい、この方がワインと合わせやすいんですけど、そうじゃねえと。わかりました。いつもの3種類で、そば米もつきます。でそのお作りが、今回カツオ、はい、で上からですね、くるみポン酢かけてくるみポン酢で召し上がっていただくという、はい、仕立てになってます。いただきます。今回卵とじがなんかタイとごぼう。タイとごぼうです。こうやって前にやってたことあるのか。いえ初めてです。初めて、はい。タイの卵とじはいつもやってたんですけど、うん、それにごぼうを合わせたのは初めてです。なんかこういう、あ、ごめんなさい。あ、大丈夫です。いや、なんかこういうタイとごぼうの合わせた理由って何なんですか。タイとごぼうを合わせた理由は、うん、タイ自体はその魚自体すごい味がしっかりしてる魚なので、うん、ごぼうのその土っぽい香りっていうのを合わせても別にこのタイが逃げない、あの負けないなと思ってたのと、僕はあの、まあ、個人的にそのごぼうの土っぽい香りとご飯がすごい僕は合うと思ってたんで、うん、なのであの卵とであの柳川とかで卵もよく合わせるじゃないですか僕って、はい、なのであの卵とじで僕ごぼうを使いたいなってずっと思ってて、でもだからといってなんかそれこそ今の白魚とかだと多分もうごぼうに負けちゃうので、でだったらタイとかその味がもともと強い魚だったら合うと思って今回やってみました。石田さん召し上がってみました。いや僕まだ食べてないです。味はちょっと強いなと思いました、ね、その卵とじ自体の味がちょっと強すぎたの。なのでなんかあまりごぼうもタイもなんかせんかったな。なんか、うん、なんかさっき の, その合わせた理由を聞いてても思ったのですけど、なんかタイとごぼうを合わせてる理由がなんか意図があんまり、そのご説明からも食べて時からも僕はなんか理由が腑に落ちなかったんですよね。うん、タイとごぼうなんで合わせたんですかってことを聞いたんですけど、まあ、タイは味が強い、ごぼうは、まあ、あの卵とじとも合う、まあ、柳川とかするか、まあ、それはもう伝統的に分かってることじゃないですか。じゃなくてタイとごぼうを合わせた理由っていうところなんですよ。でタイの特徴とごぼうのこの特徴の接点があるから相性としてそれぞれ卵とじにしても美味しいし、その米との相性もいいから合わせましたってなったら分かるんですけど、今聞いたご説明ではタイのとごぼうの接点のご説明がなかったんです。そうですね、うん、そうするとあこういうちょっと普段やらないような卵とじをやった時、お客さんもあなるほど納得、美味しいっていう腑に落ちるものが何もないんですよ。なんかすごい厳しいこと言うと、うん、なるほど。やっぱなんかストーリーがないっていうか、はい、うん、ロジカルなもの、ロジックもない、ストーリーもないってなると、そもそもだったら別々でよくねって思うしっていう、合わせなくてもいいと思うんです、うん、だし、なんか、うん、ごぼうをもっと美味しく食べさせる方法もあるかもしれないし、タイをもっと美味しく食べさせる卵とじはあるかもしれないというふうに感じました。わかりました、はい、というわけで多分この、メニューはなくなると思いますそこがちゃんと出来上がらないと、あの僕はちょっとこれを一緒に出したいという、サービスしたいというふうに思えないという厳しい結果になりました。というかもともとその、ね、あのこれ面白いから、あ石田さんが提案してくれたので面白いからやって食べてみたいって言って今回試食という形で食べてみたんですけど、はい、うん、ちょっと僕的には別にこれじゃなくてよくないって思うし、最後の締めのご飯がこれだとちょっと盛り上がりに欠けるなっていうか、うん、なんかなんかすごくこう、はい、ムズムズしてしまうっていうような気持ちになりました。
あるでしょ、はい、なのでちょっと食事と、まあ、それも他も含めて全部今日また、営業終わりにでも、はい、一緒に、はい、お話しさせていただいて、はい、いろいろと最終的なディテールを、はい、わかりました、詰めてやればなと思うって話をすると、いつも動画見ていただいてるお客様がですね、富田君はいつもあれだね、石田さんに厳しすぎるねって言われるんですみたいな。でもなんかね、こういうのをこう一個ずつ一個ずつね、あの潰していくことっていうか、はい、解消していくことが、いいものを作るっていうことなんじゃないかなと思いますし、まあ、いいサービスをするってことにつながるんじゃないかなと思いますので、はい、そうじゃなければもっとね、あのそうじゃないお店をやればいいだけの話なので、はい、やりたい方向が決まっている以上は、はい、そこに、ちゃんと邁進していきたいなと思っておりますと、はい、です、はい、あとはなんだ、今日なんか僕こんなベストでこんな格好してた時、永井さんに来た時にえどうしたんですかって聞かれたんですけど、最近実はですね、乃木坂新以外にも、外部のお仕事とかを少しやらせてもらってます。ですので、あのもしあの、まあ、気の毒な方がいて私に会いたいっていう、乃木坂新に来て私に会いたいっていう場合は、あのぜひあのご指名をいただけるとありがたいのかなと思います。時々不在にしてることも多いので、はい、あのそうです、今週に2日間ぐらい外のお仕事をさせてもらってて、そちらのお手伝いに行ってますので、はい、いない場合もあります。ぜひその際はご指名を、指名料は取りませんということで、はい、今月の試食動画終わりにしたいと思います、はい、あデザートがありましたね、すいません、はい、失礼しました。じゃあデザートに続きます。はい、じゃあデザートです。今日はあのグラスの方がですね、桜あんみつです。上が、練乳のアイスクリームで、下に寒天が、桜の花の塩漬けを入れたら、トミスの寒天とアーバン茶の寒天で、白玉とニア漬きです。本当にシンプルにちょっとさ、で上からですね桜のパウダーをかけてます。で、その横の瓶詰めがあの水わらびですね、はい、あのすだちジュース甘露と、わらび餅で、今日はあの軽井沢の黒いちご合わせてます。やっぱこの黒蜜が美味しいですよね。はい、うん、本当にあの岡田製糖所さんの黒蜜美味しいんですよね、はい、そうですね、もう本当に黒糖の黒蜜と違って、うんね、お三本を生成する時の絞った蜜なんで、うん、本当にこう甘さのトーンがすごくいいんですよね、はい、抜け感といい、そうですね、最近ね、水甘露できてなかったんですけど、はい、それなぜかというと、すだちが高騰しすぎて、そうなんです、すだちが高騰で、すだちがなかったんですね。で、不作だったんですよね。そうです、そうです。で、新物が出回って、はい、その数量とかも落ち着いたので、また今月から、はい、水わらび復活ということで、なんかわらび餅がすごいなんかホロホロしてますけど、いつもよりなんか粘りがない気がしますけど、練りが足んない。あちょっと冷蔵庫入れてたんで硬くなったかもしれない。そうなんですかね、それが理由ですかね。ちょいちょいうるさいですよね、ほんとね、小じゅうたみたいになんかいつも食べてると気になりますよね、やっぱね、ちょっといつもと違うとみたいな、美味しゅうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さっきエンディング撮っちゃったんですよ。あ、本当ですか。あ、撮ってない。そうか。いや、エンディングに持ってこうと思ったら、まだデザートありますよって永井さんにさっき突っ込まれてました。ありがとうございます。永井さん、さすが永井さん、もう慣れてらっしゃる。はい、というわけで、はい、はい、4月も。4月も、はい、はい。また、やっぱり実際の今日のものと実際は変わりそうです。はい、ということで、はい、多分いろいろ変わると思います、はいはい、楽しみにしていただければと思います、はい、なんか三國さん並みのお腹になってきたんじゃないですか。やばいですね、はい、三國師匠並みのお腹になってきた感じです。やばいですそんなこと言ってきたら、ね、怒られちゃいますから、はいはい、また今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。